エリック・ソアー・オルソンはアメリカ合衆国海軍の軍人。2007年5月に海軍軍人としては初となる特殊作戦軍司令官に任命され、合わせて海軍大将に上された。シール出身者で初の大将。ワシントン州タコマに生まれ、1973年海軍兵学校を卒業。シール訓練課程終了後、シールチームに及び、 チーム1に配属され、以後一貫して特殊船畑を歩む。1989年にシール第1輸送艇部隊長。1991年には第2特殊ボート船隊長に任ぜられる。1993年10月のモガリッシュの戦闘では、救助部隊を支援し、この功績により、銀星賞を授与される。1994年、 海軍特殊戦展開グループ司令官となり、その後、統合特殊作戦コマンド参謀長となる。1999年4月、巡将に昇進。同年7月、アメリカ海軍特殊戦コマンド司令官に任命され、2002年2月、少将となる。2002年6月には、海軍作戦本部戦略政策課長となり、ついで2003年1月、 海軍作戦次長補に任せられる。2003年6月、特殊作戦軍副司令官となり、合わせて中将に昇進。2007年5月には、ブライアン・ブラウン陸軍大将の後任として、第8代の特殊作戦軍司令官に任命され、合わせて大将となった。オルソンはこの他に、国連軍事オブザーバーとしてイスラエルを呼び、エジプト勤務を経験している。また、 海軍大学院で国家安全保障問題の修士号を取得しており、国防言語研究所でフランス語とアラビア語を習得している。ありがとうございます。